徳使殿、また世話になったな。仁さん、帰り際に聞いたのですが、今回配った特効薬は、あまり効き目がないようですね。<laughs> あれは特効薬などではない。効き目はゆっくりだ。でもないよりはマシ、そうだろなぜその事実をみんなに伝えないんですか私は彼らの求めに応じて薬をやり、 彼らは希望を胸に仕事を再開する利害が一致しているのだから何も言うことはないもちろんうちの研究室で薬の開発は続けているだがこれは未知の病だ全てゼロからの出発になる徳志殿新薬の開発には金がかかるそれも膨大な額のだ あなたは自分が何をしてるか分かってるんですか特殊殿その正義感は素晴らしいが君より私の方が南極の舵取りに通じているさてとそろそろ君が食らいつきそうな話題に移るとしようキャンプの周りに数カ所ある観測センターからデータを回収した幸運なことに 盗まれたアストロナジーの行方が分かったぞ。やはり思った通り、ハイエナの仕業だ。今頃ブはすでに奴らのボス、感触持ちのルキア女子の手に渡っているはずだ。人呼んでハイエナの女王だ。大勢を率いて山頂にアジトを築いている。かなり厄介な相手だ。奴らに対抗するために、 私は大金をはたいて、賞金ハンター、アイアンシェル、ドクター・ハリムを雇った。彼は有名な整備士だ。協力してことに当たるといい。ハリムは山上にいる。彼には、特使殿がそちらに向かうと伝えておくよ。